こんばんは。ルカさん、ミヤちゃん、ルカス、ドラえもんさん、ヒトさん、ルカス、ブナスティアス、こんばんは。オラー、ヒゲマジンさん、チラリ。無音ですか、ドラえもんさん。食べるの下手くそだった。夜ご飯ひがまじゅんさん、やんちゃおかさん、いらっしゃい。目の前で電気消してたら通知来るというタイミングが昨日なんかです。今日もかわいい、ありがとうございます。100ギラキラトライクさん、ありがとう。ご飯ご飯違った、初見だ。危ない危ない。ルーカス、何これ、かわいい、甘い。ルーカス、グラシアス。エアンチャクルさんも一緒やん、ズカさんと。屋上テラス、何これ、ズカさんかわいい。パーン、ドラえもんさん、ハッチありがとうございます。ゆくさん、ファンレベップナス。ビチビチさん、こんばんは。たまねぎさん、こんばんは。ルーカス、たい焼き。グラシアス。お米じゃないです。ひらがなのご飯。ラザニアとカリフラワーとじゃがいも。ラザニア、うまっ、うまっ。ふふ、つくしさん、たい焼きないっす。たい焼き、お湯入れる、かわいい。ご飯タイの形をしたたこ焼きで、私たこ焼きって言ったっけ、やば、マジで。うん、ちゅーちゃんお誕生日なの今日、イエーイ、おめでとう。玉ねぎさんもたい焼きです、ありがとうございます。ビジビジさん、お星様です、ありがとうございます。ラザニアを食べてます。この間飛行機でラザニアと、ラザニアか何かみたいに言われて、ラザニアって言ってラザニアもらったら、これラザニアかみたいなご飯出てきて悲しかったけど、これラザニアや。スペイン、ラザニアありますよ。イタリアとかフランスとかあたりなんで。猫パン、甘い猫パンだよ。ルーカス、誰ませんです。わたくん、こんばんは。ね、配信できてよかった、本当に。でも、Wi-Fi つけずにやってるから、ちょっと危ないです。Wi-Fi つけずにやってるの。たまねぎさん、たい焼きなし。うん。元気さん、ファイト。大丈夫だよ。危な。日本で各国の料理当たり前に食べるマスケスプーンはどんな感じですか。ラーメン屋さんあります、何でも食べれます、何でも食べれます。ミカのお誕生日にしか興味湧かないだって。もうちょっとなんだけど、どうしよう、やばい、もうちょっとでお誕生日来ちゃう。レシピは何とかなるかな、自炊。うんうん、あのスタジオからもらってきました、ケータリング、お持ち帰りしてきた。
テラスで食べてるわたくん。ガンサンジーロク、マドリードや。荒ぶった風が。ウィカミンナクさん、お疲れ様、ありがとう。オーケーさん、こんばんは。ウィカミンナクさん、ファレバップ、ナイスファイト、ナイス、ありがとうございます。元気さん、ファイト。お外でもうランチでもらったんやけど、夜ご飯で食べてます。気持ちは夜ご飯。今日もお疲れ様、ありがとうございます。ウィカミンナクさん、疲れた。30GB 月かける12ヶ月からプリペイドシム Amazon で物色中。私スペインのシムでなんか6ユーロとかで30ギガの今やつ買ってんねんけど、夏のプレゼントって言って50ギガもらったから多分大丈夫。レベル上げていきます。お、レベルアップ、レベルアップ。誕生日タンプレ、頭が痛いです。頭痛くなっちゃわないで、優雅に。なんかね、セレブな感じします。本当に。でもちょっと今日はね、お外が雨模様だったので、ちょっとあんまりよろしくない感じ、雰囲気的には。でもタクシーで寄ってめっちゃ気持ち悪くてさ、寄っても吐いたりとかはないんですけど、そうすぐ酔うんですよ。三半規管が弱いから。すごい寄ったから、なんか外の空気吸いながらじゃないと食べれない感じやって、でも食べないとと思って食べてる。なりゆきさん、こんばんは。もう少しレベル10なんで、エミバターになれたら一旦落ちてください。エミバターになりましょう。たまねぎさん、ファンレベルアップです。ありがとうございます。たまねぎさん、なんかこの四角いの、これ何なんですか。ありがとう。チーズや。ビビメさん、こんばんは。なになに、 YouTuber みたい。さゆが寒いです。ずかさんはそんなことないでしょ。たかさん、ナイス。たい焼きナイス。マトリョーシカさんもたい焼きナイス。道永さん、ファンデブアップナイス。大丈夫。白玉さん、お疲れ。今日は撮影として、もう帰ってきたよ。マグマさんが、おう、ナバンさん、こんばんは。うん、ほら、ありがとうございます。カラフルな何ですか。うん、水曜日から入院ですが、やんじゃくらさん、財布も心も寒い。寂しいこと言わないで。ひろくまさん、ファンレベップなし。日本の屋上とはえらい違う。いや、日本でもさ、なんかさ、あ、危ない、田舎のさ、なんかテラスみたいなんておしゃれなとこありません？カフェとか。麻雀の牌。麻雀わかんない。うん、お家なの、大福くん。私のお家じゃないけど。バタヤさん、久しぶりだ。なんかお砂糖みたいなやつありますよね、四角の。確かに。うん、ヘンジャクルさん頑張って、入院、病院、テラスハウス。テラスハウス見てたな。カリフラワーの食べ方下手くそ。都会の汚い屋上を想像してしまう。都会のね、屋上とか登ったことない、私。逆に。うん、豚屋さん、ナイス。たい焼き、トムシのだるまさん、ナイス。こんばんは。うん。フライパンで作れるんですか、あれ。あのカリみたいな、カリフラワー。日本のやつはこれぐらいやん、1個。日本のこれぐらいのはさ、食べれるやん。スペインのさ、おっきいの1個がほら、うん、長野県が良かったって白米さん書いてたね。いいな、私も行きたい、長野。
行きたい。サウナみたい。屋根。サンフラワー美味しそう。ひまわりかな。割ったらさ、こんな粉々になっちゃう。ほら。お蕎麦食べたい私も。フェリー？長野県？うん。カリフラワーってブロッコリーの突然変異なんですか？ただなんかブロッコリーの家族やと思ってた。うん、家族ではあるのか。ちょっとグラブしてください。カリフラワーが味付けて塩で。え？多分カリフラワーはこれはオーブンでオリーブオイルもつけずに焼かれてるのかなって感じですね。でもその上に私オリーブオイルをかけて塩を振ったので、あの素材の味がすごく生きてて美味しいんですけど、オリーブオイルと塩の絶妙な味付けがめっちゃぴったりです。美味しい。いつもの家族ではなくなったやつ。これはじゃがいも。うん、じゃがいもは、じゃがいもは多分ハーブを入れてオリーブオイルバッとかけてオーブンで焼いてると思います。でその上にオリーブオイルと塩をかけているので、味はカリフラワーとさほど変わらないんですけど、ハーブが効いていて美味しい。あ、粉あらかけて最高だ。うん、焼いたんだと思う。だって見て、めっちゃいい感じに焦げ目ついてるから、茹でじゃないよねこれ絶対。セタムさんおやすみ。あ、こちらの気温は何度ぐらい？気温。最近教えてくれへんの？気温19度、寒い。最低気温12度、寒い。急に寒い。フェリーさん、フラワー、大阪。ああ大阪置いたのフェリーの名前。なるほど、そういうことか。その船か。結構ガチめにやってくれてありがとうございます。さすがやった。お腹いっぱい。全然まだ食べてない。12度寒いですよね。道理で昨日の夜寒かった。ノージャワーナーモン。うーん、突然変異でよく食べようと思いましたよね最初の人。うん、オリーブオイル使わないですか、ブタヤンちゃん。もううちんちはもうもっぱらオリーブオイルっす。うん、ママもずっとオリーブオイル。うん、で日本で買うと高いから5リットルのオリーブオイルを持って帰るの。スペインから。うん。じゃあ長野の野菜なんですか？野沢菜。うん。風邪ひかないね。ありがとう、とことまるさん。うん。もうちょっとでこんなラーが届く。うん。やった。ごま油よりオリーブオイルの方がよく使ってる。
でもサザエさんの母親野上千里さんこんばんは。ムチャパースポットさんジラニュー京都から持ち帰ったんだから多分実物なんでこんなもんができない。あ、なるほどね、なるほど。あくまさんこんばんは。ムチャパースポットさんこんばんは。スペインのオリーブオイルチーズ使ってた、めっちゃ美味しかったです。スペインといえばオリーブオイルですから、名物ですから雨が少なくても育つオリーブの木がたくさんあるんです、スペインに。でも去年は雨が少なくて全然育たなくて高い、一昨年か六天目千里さんもお花ないし、なんちゃかさ、いろんなね油をミックスしてね、なんか何かどれだったか、あれを超える覚えるオリーブオイルはね。じゃあ多分私が家で使ってるやつがそれぐらい美味しいと思います。スペインのいっちゃん美味しいやつを5リットルで持って帰ってきてるんで日本でお母さんはそれでフライとかしてる、めっちゃオリーブオイルとニンニクの料理、もうあれですね、アヒージョですね、一緒に食べられました。ほんとイケメンもスペイン料理かと思って、スペインの麺料理ってどんなのがありますか。フィデワとかはパエリアの麺バージョン、フィデワってやつはありますね。あとは普通にパスタはめっちゃ食べます。あのイタリアとほぼ隣なのでパスタは食べますね。あとはなんかなんだろうね、なんかスープに入パスタが入ってるみたいなのもあるけど、そうね、ミートパスタとかも全然食べるし、でもあんまりなんかパスタを好んで私が食べてこなかったのであんまりなんか詳しくは分かんないけど全然ある、めっちゃええやん。セーターサイズがいつか分かんないとかさ、このピーでもね、まだ一袋こならな、まだなくなってもなくなっても、え、じゃあ使っても使ってもなくならへんねん。元気さん、めぐまさん、なるほどなるほど、確かに。え、油がないじゃん。ニンチクルさん、コロニアパトリシア、コロニアパトリシア、パトリシアのコロニアですか。教会パトリシア教会、セブケースタセウナカバニアエネルボスケ、スパレスキシーのガロンボトル、そう、そんなちょっと違うけど、でっかいペットボトル。高山さんお疲れ様です。ある意味石油じゃないよ、体に息を取りすぎじゃない、一気には食べないよ、一気にそれ食べたらあかん。でもスペイン人めっちゃオリーブオイルなのね、全部ポテトチップスもオリーブオイルなのね。そう、でもそれがサラダ油とかになるよりかは絶対体にいいと思ってる。コロニア州か、コロニア州っていうのがあるんですか。コロニアって教会、私はヤヒージョ、アミーゴや。キャノーラ油っていいの？ドレムさん、ミチーズ、お帰りなさい。カマレルさん、お花なし。パイ、出しといて。なんだよ、オリーブ。オリーブもあるよ、ここに、ちゃんと。アンチョビあるある。アンチョビも、スペインで、めっちゃ食べられてる。超有名。うまっ。カロリーは一緒、確かに。ごま油が逆にでも珍しいから、こっちではごま油が、見てごまの油とかあんねんけどって言って、
友達が感動してた、この間、日本では普通やでって言って、えって言ってびっくりされた。あと他にも、日本ではオリーブオイルってそんな使わないでしょ、何油って普通に使うん、米油とか使うでとかって言ったら、家で使ってたんですよ、使うでって、えお米の油、えどういうことえ私もそれ言われて、えお米の油って存在するやんなみたいなテンションになってブルートって何、うん、それじゃなくて剣でした。赤翔子さんこんばんは。あっさりとした和食は食べたくならない、なります、なります、なりますそういう時はきゅうりにお塩とオリーブオイルで食べる、めっちゃ美味しい。でもあっさりもあるんよ、スペインも、ビネガーとなんかとか、で米、パタタン、コリフラワー、ラザニア、ごまも体にいいんですよね。まだグレープシードオイル、味忘れた、カルビーのポテトチップス米油なんや、そう5リットルのオリーブオイル見つけたそうそうそう、こんなんこんなんスペインに行ったら超える、スペインに行ったとしても何を食べるかによって変わりますね。でもアメリカに行くよりマシだと思う、多分。イメージを沸かしてもらうと、沸かさせてもらうと、まあ地もあると思うけどさ、アメリカ人のお年を召した方って結構ドーンみたいな人多いじゃないですか。スペインってラテン系なんですけどね、ラテン系の人ってなんかボンキュッボンみたいなイメージありません？スタイルめっちゃいいイメージありません？ガリガリとかじゃなくて、程よい、なんて言ったらいいの、ボンキュッボンみたいな、超スタイルいいみたいな人が多いんですよ、ラテンは。もちろん毎日チョコレート食べてたら太ると思うけどさ、そういう系の食事なんかなと思った。だってスペインとかはオリーブオイルやし、それこそで味付けも結構シンプルやし、なんかオリーブオイルに塩だけとか、なんか日本やったら例えばマヨネーズとかさ多いけど使わん、あアリオリってマヨネーズみたいなのは使うか。でね、アメリカ行ったらバーベキューソースとかめっちゃ使うイメージやけどさ、スペインでも例えばでもハンバーガーとかを食べに行って、なんかすごい喋り方しちゃった今ハンバーガーとか言っちゃったね、ハンバーガーとか食べに行ったら、例えばそれはケチャップとかバーベキューソースとかいっぱい置いてるし、ポテトとかも一緒に出てくるから、そんな生活毎日しててデザートとかもいっぱい食べてたら太ると思うけど、普通に自分家で料理してたら、例えば野菜をオリーブオイルで焼いたとか、オーブンで焼いて塩かけて食べたとかやったら痩せてく。でも自分が好きなお菓子とか見つけちゃったりとか、好きななんかこってりなさジャンクフードとかを見つけていっぱい食べてて動かなかったら太っていく。開けごま、なんでごまなんやろアメリカのなんか英語であるねんって、なんだっけ、オープンセサミーって言うねん確か、そこからの直訳やねん確か。でもなんでオープンセサミーってか忘れた。グレープシードオイル高いよね、イメージあるわ。お酢と油と塩がドレッシングの基本やね。あー確かにそうですね。みかちゃんこんばんは。今 NMB 公演見て帰ってみよう。お疲れ様です。みやさん、バルサミコ酢とオリーブオイルと、岩塩、
で、葉っぱ、葉っぱっていうとなんかうさぎさんみたい日本でもね、確かに超える人は超える。だるま投げはね、ジェミさんナイス。たい焼き、グラマーな、そうそうそう、グラマーなイメージありますよね。ラテン系の男性は巻き毛なイメージ、あーストレートじゃなくてくるくるしてるイメージ、確かにあります。モキュドン、マサヤカさんこんばんは。エルカリカリフラワーサベブエノヌンカロエプラボ、え、エンセリオルーカス、え、それムイブエノ、え、ムイブエノ、シーシームイブエノメグスタムイチョ、クワンデラペケーニャノのメグスタはタントペロみなエスパニャイコミーコンオリコンオリコンアセイテイサルよし、ブニッシモ体に良くないし質大量ではないの。チャミさんナイス、ありがとうございます。いっぱいダイヤキ、レプシーでコストコのガノオリの割とリーズナブル。コストコはねいいですよね、やっぱハンバーガー師匠誰それ。スキヤにもあるバーベキューソース、アメリカビールありそう、あ、松屋、チョコパイアイスいいな、なんて気持ちよさそうな場所にいるんだ。でね、なんか酔いも覚めてきました、車酔い、まああれ飲んだけど、酔い止め、酔ってからでも効くって酔い止め飲んだけど、オープンセサミーみたいになるよね。星ソースではない、ごまの実を早く開いておくれという希望と祈りがつま、なるほどね、なるほどね。みな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 、あ、ユキ私の TikTok 見てくれてるんやね。もうお腹いっぱい食べれへん、車移動あるよ。トムトムさんこんばんは、ギコギコしません、どういうこと。トムトムさんこんばんは、ボケ担当がいらっしゃいました、歓迎しちゃったよ。おお、ユキハート練習飲みたい昼で、もう夜や、もう5時40分、ユッキーハート練習、そしてブンディア会える、ジーミーブンディア、グラシアス、うん、ミービンディア、はい、エディスプルタドムチョネポリドアブラルコンボソトロシー、ワオ、グラシアス、エンセリオ、シエスタの時間もっと早いね。飛行機じゃないの、ユキ。フードね、フードロスしちゃダメよ。食べちゃうんですよ。たい焼き。5時。5時40分。でもラップしてご飯食べてるのも見といて食べるの忘れてた。え、何時にご飯で、遅い時間ですね。あ、うん、うん、シスタ、うん、アイシャン、オラ、六山の仙人さん、え、六山の仙人さん、ファンデバップナイス、ユキオさんファン、エミチーズ、おかえり、リリ、日本人にシスタは退屈よね、日本人もお昼寝ってありませんって、退屈じゃなくてさ、お昼寝したい人おるやんだって、幼稚園とかもお昼寝の時間あるじゃないですか、あんな感じじゃない、知らんけど、出ししないけど、粘着レさん、いやだね、ギャラをちょうだい。え、今忘れてたん、死んだ車ある、
シエンタは座る。誕生日の前に見せて、お、やった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 。おかえり。さっき、こんばんは。オッケー、すみません、クエルト。すみません、スイス。あ、サービスエリアの駐車場寝落ちしてました。ええー、いっぱい寝れましたか？目が高くなったのは、米農家が減少したから、米農家が高く売ってるからなんて。そうだね、そりゃそうだよ。全部そうなんだよ。何か原因がある。稼ぎたいからじゃないんですよ、みんな。町工場だと、神戸だか。昼休憩、昼寝するとこもあるとか。もう、都会の、会社とかでも、お昼寝時間あるとこあるらしいですよ。お昼寝時間するところは後にめちゃくちゃ効率よくなるらしいです。お昼に15分でも寝る方が効率よくなるんだって。すごいですよね。ゆきさんこんばんは。ゆきさんおめでとうございます。え、今日ですか？明日だよ。明日、うん、バスター屋さん行ってみて。ライブラッコリーやカリフラワーや。あ、大学でスペイン語されたからほとんど忘れてない。大学でももう噛んなくなっちゃうね。さっき M チーズじゃない、ファンレパブでした。世界やんじゃくらさん、それよ。どうですか、カクカク？ハッピーさん、パネパネね。ありがとうございます。本当にいたから、めちゃくちゃ気になって、エミちゃんに来たみさん、めちゃくちゃおしゃれ。めっちゃおしゃれやけど、そんな高くないし、めっちゃ行きやすいから行ってみてほしい、本当に。うん。うん。イェイ。このさ、ビデオ録画大事に。15分で起きれるかって話よね。うん、農家は育ててるだけですもんね、ほとんどね。決定権はないですよね。100メートルなんですよ、こんばんは。ん？効率変わらなかったんですか？日本人働きすぎやし、働き好きやし、どっちも働くの嫌いな人もいるとは思うけどね。毛を出せって何？カフェイン飲んですぐに寝たら起きるのか、賢いですねそれ。うん、しかもストガのリリーベいつなの。うん、ブロッコリーの片石に食べれるらしい。食べてる。ここで今ね5時45分。100m のお星様ありがとう。ナベちゃん500回目の訪問です。ありがとうございます。何して地上波 OK やったん。どういうこと、どういうこと。ちょこちょこ出させていただいてるんですけど。一気は働きたくないって。本当にうしかさん、たい焼きないそう。うん、科学的に証明されてるらしいですよね、たいしくん。そんなにブロッコリーの芯って硬い？めっちゃ茹でたら柔らかくなる。そういうことはみんな個人試合が出てくるやつも生産性変わらないから。ああ、なるほど。へー、ブロッコリーは女性ホルモンに似た働きをする成分たっぷりって知らなかったです。ってことはカリフラワーもですか。あ、リリーベ明日です。やばい、もう決めないと。黄色レンガおすすめです。なんとロケスタバに見えない。あ、スムーブやの100切らないセークメントランナーさん。あ、 Google マップ入れてる。すごい、 Google マップにさ、お気に入りのお店をさ、こう投稿する人すごいよなと思ってる。私投稿じゃないな、間違った。いい、 お気に入りしようと思って忘れるから、なんかたまに思い出してするから、まだ10個ぐらいしか。公式のカサメラの動画最高だった。あ、私が前にあげた私のところに見たやつと同じやつですか。ブロッコリーの豆乳スープ美味しそう。清野子さん千万ではないし、トメリさん、デルメさん、ありがとう。うん、向井さん、チャイって言えるじゃん。めっちゃいけるじゃん。すぐそこじゃん。知らんけど。うんち無双の？100メートルレンス、ハートネス、ミクロヨシカちゃん、おしゃみネス、マイクさん、こんばんは。
マーク入れまくったんよく。日本スペインでピュレはよく食べるんですけど、あのキノコとか玉ねぎのピュレ、そのドラムさんが言い張ったやつの、あの豆乳抜きバージョンみたいなやつ、めっちゃ美味しいです。うん、Google マップなんか分かってないの、難しいのコメントしました。え、でも私が編集したって知ってますよね。私が先にインスタに上げてるの知ってますよね。ピュレが大好きです、私。信用ない。発泡スチロールっぽいカリフラワー最悪。あたくんパンレパってないし。女性にいいってことは男性にもいいはず。ポツルさん見てね。ありがとう。ティーバー見せてから見ながら寝るって。お腹空いて寝れなくなっちゃうよ。オリーブオイルと塩のポテチ美味しいよね。あ、ケオラエースや。ケオラエース。バタヤさん。ケオラエース。先に見てますよ。あ、よかったよかったよかった。ちゃんと見てる。よかったよかったよかった。トレックのパネル、ありがとうございます。見ました報告しないけど、見ました報告しないけど、ちゃんと見てくれてる。マジでお腹いっぱい、もう決めたいんだけど。誤爆って何？白熊さん、なんか辛いと思ったらピミエント入ってる。ピミエントが入ってる。胸が大きくなる効果あります。なぜ抜け毛にいいけど筋肉がつきにくくなる。なるほどなるほど。胸が大きくなったって別にいいっていうあれはないですよね。健康にいい方が良くないですか。お肌が綺麗になるとかな。違う人かと思った。え、コメントだよ。もうお腹いっぱい、もう無理。ピミエントはなんて言ったらいいの、唐辛子みたいな。たまた祭りはね、私も参加してみたい。でもあれはすごいわちゃってなるから、わちゃってなるとなりすぎて犯罪が起きやすくなるんだって。だからあんまりあの女の子だけで行かん方がいいって言われて止められて行ったことない。遠いんですけど、めっちゃお腹いっぱい、お腹いっぱい。このラーニマイコさんヒーヒー混ぜるのめっちゃやってほしい。めっちゃ美味しくなりそうじゃない。でもちょっとだけです。でもお肌にいいのはいいですよね。めっちゃお肌に、お肌悪くてお肌汚い人はなんか清潔感なく見られちゃうじゃないですか。もったいないから、お肌綺麗なのはめっちゃいいですよね。綺麗であればあるほどめっちゃいいと思う。お腹いっぱい。胸の大きさにこだわらない男性。論点違う。論点全然違う。こだわってたらちょっと嫌だ。偏見持っちゃう。トマト嫌い。嫌いなの？まだ待ちにあったらスタッフが教えて食べるな。やば、トマトで投げるのは多分なんかその売り出せないようなちょっと傷がいってたりとか、なんかぶちゃってなっちゃってるやつとかを使うっていうのを聞いたことがあるので、食べれるのかな、わかんないです。中海地方の塩オリーブオイル
ダーパーダーパー使うから逆に太らないってもこみちが誰かが言ってた。あーめっちゃ使うけどな私もトマト食いまくりになりそう。ルさんこんばんは。投げると肩痛くなるわ。めちゃくちゃ強投げてるやん。ポンでいいのよポンで。硬いトマト当てられて喧嘩になるとかありそう。ありそう。さあ皆さん牛祭りの時はオレンジで7頭の牛を倒したそうですね。どういうことですか牛祭りですか。牛追い祭りはすごいあんまりよろしくなくて、動物愛護団体からね、なんか言われたり、スペイン人も何やってんねんみたいなテンションでこう言ってたりとかっていうのを周りで見て、私の地域じゃないんですけど、いる地域じゃないんですけど、あんまりいいイメージがないですね。それ以上綺麗になってどうするの。あれだよ、あの年齢をこう重ねていくと、やっぱり年齢重ねるごとに足りなくなってくる成分とかがやっぱ出てきちゃうから、お肌乾燥したりとかさあるじゃん。そういうのをこう老化しないように、なんていうんだ、酸化を止めるみたいなのがいいらしいですよ食べないトマトなんやと思うねんけど、言われるとこかって思ってるし。チキラッチョこんばんは。こんばんは。こだわってる人ほど多分何彼女おらへんのやろうなって思っちゃうよねかわいそう。チキラッチさんこんばんは。大高幸さんにも来ました。いらっしゃい。行ってーなーって切れる。いそう。何をもぐもぐかな。あ、もうね、お腹いっぱいでちょっと冷蔵庫に入れとこうかな。スニールと同じだから血が出ても気づきにくい。やばい。ガチのやばいやつ。牛割れ祭りです。本当にそれです。会社にいますよ。牛とか熊とか犬種。会社にいるの？白熊さんが、ここにもいた熊さん。ちょっと寒くなってきた。お腹いっぱい。というわけで、ごちそうさまでした。食べ過ぎた。もうしんどい。というわけで、そろそろ部屋に入ります。皆さんお付き合いありがとうございました。ごちそうさまでした。あーお腹いっぱい。はあ、デザートは別腹。別腹でもデザートないわえ、畑から盗んでトマトは臭かったよな。かわいい。盗んでたんや。なんかジブリみたい。明日も頑張る。ありがとう。ちょっとランキング読むね、皆さん。忘れちゃう前に読むね。13位ドラえもんさん、12位タキ、11位マトリョシカさん、10位ユキオさん、9位100メートルランナーさん、8位チャミさん、7位バタヤンさん、6位タカさん、5位ウーカメンの箱押しさん、4位六個山の仙人さん、3位ズカさん、2位玉ねぎさん、そして1位はルーカスでした。ありがとうございました。お腹いっぱいでしんどいお腹いっぱいでしんどくなっちゃった。ユーシーさんファンレベアップナイス、ありがとうございます。じゃあ明日もまた配信しますけれども、明日もまた何時に配信できるかできないかわからないので、あのその時のその場のあれでいきたいと思います。はい、皆さんお付き合いありがとうございました。 Wi-Fi つないでないの忘れてた。あ、ルーカス満ちしますグラフィアス、グラフィアスチタンビンバサドルミリアを。またね。じゃあありがとうございました。皆さんまたね。お付き合いありがとう。バイバイ。おやすみなさい。長いっぱい、はあ、苦しいよ、苦しい。バイバイ。